いや本当に行きたくなっちゃう、なんか楽しそうすぎて。聞こえなくても集まる時もある。それすごいね。なんかなかなか集まれないだろうけど、それでも集まれるのはすごい、ね。何かないと苦手よ。そうだね。まあ住んでるところによってもあるし、でも逆にさ、新潟に住んでなくても新潟に住んでないファンの方同士で、例えば東京で会うとか、なんかそういうのもあったりするのか。新潟にいたらね、なんか常に。その同じ新潟に住んでるファンの方と集まるとかは割とできそうな気もするけど、おたともに会うために遠征もする。え、すごい。なんかそうなのか。もうなんかメンバーじゃないじゃん、もはや目的がすごいな。でもまあ目的がメンバーじゃなくても、でもその人と出会えたのはメンバーがいてこそだもんね。先月知り合いのオタが出向で県外に行くからって長岡に集められた面白い、楽しそう。富津市だと電波入らなくてショールームにする。待って、駅前の富津市ちょっとね、いやでも分かる、店によってそういうとこありますよね。ちょっと電波入り、ないって言ってたから今日集まれずと、とかごめんね、なんか配信してみんなの楽しそうな回潰してごめんね面白い。お宅の忘年会のためだけに